はい、こんにちは、ベイです。今回は全18社無制限使い放題クラウドシムランキングを作ってみました。30秒くらいでわかるこれまでのあらすじ。2020年3月18日、通信障害で通信不能になったドナトキョン Wi-Fi。私、ベイは富士 Wi-Fi を契約し、料金も20の20 Wi-Fi 状態に。しかし、4月3日のドナトキョン Wi-Fi からの発表で使い放題は廃止。次回更新月まで無料だけど、毎月 25GB 制限に強制プラン変更。なんなのこの会社、もう使いたくないんだけど、怖いんだけど。ドナトキョン Wi-Fi の動向を追って動画を作ってきましたが、たくさんのコメントありがとうございます。その中で多いコメントの一つをドン。 WiMAX に違約金を支払い乗り換えたばかりなのにすぐこれで困ってます。解約しないにしても上限 25GB では他も契約しなくてはなりません。富士 Wi-Fi を契約したそうですが、今契約するならどこがおすすめですか？出たばかりのゼウス Wi-Fi が気になるのですが、もうクラウドシムはダメでしょうか？ちなみに私は家でも移動中でも使えるものを希望しています。そう、乗り換え先どうしたらいいでしょうか？ってコメントですね。僕は富士 Wi-Fi にしたんですが、富士 Wi-Fi は新規受付を停止してしまっているので、ムムという状態。なので今回調べていこうと思います。あと、クラウドシムはダメですか？ということですが、クラウドシムイコールダメというわけではありません。今までの動画でクラウドシムをバイキングと例えてみましたが、出禁を食らわない範囲で大食いできればお得という点はありますね。詳しくはクラウドシムについて説明している過去動画を見てみてください。ということで、今回は全18社無制限使い放題クラウドシムランキングを勝手に作ってみました。18社調べたけど、まだあったらごめんなさい。それでは下の順位から発表していきましょう。と、ここで残念なお知らせ。5社は無制限使い放題クラウドシムのプランを停止してしまいました。ということで先輩の5社からご紹介いたします。18位、クラウドシムのパイオニア、ドナトキョン Wi-Fi。 今回のことの発端のドナトキョン Wi-Fi、 常に時代の先端にいる存在ですね。4月3日より新規受付を停止しているため先輩18位となりました。同率18位2社目、ドナトキョン Wi-Fi と同じ会社、ネクストモバイ。それはドナトキョン Wi-Fi と同じ会社ですからね。止めてないとおかしな話です。新規受付停止のため、不先輩18位となりました。同率18位3社目、私ベイが乗り換えた、富士 Wi-Fi。私ベイはドナトキョン Wi-Fi の障害時すぐ二重契約に走りましたので、滑り込みましたが、3月30日に新規受付を停止してしまいましたので、こちらも不先輩18位となりました。同率18位4社目、ゴリラが目印、ギガゴリ Wi-Fi。 こちらもワールドプランという無制限使い放題プランがあったようですが、現在予約受付というステータスとなっておりますので先輩18位となりました。同率18位5社目、大事ポイント、それが大事 Wi-Fi。 こちらも使い放題プランという無制限使い放題プランがあったようですが、 100GB 保証プランと名前が変わりましたので不先輩18位となりました。まあこの名前現実に即していて好感が持てる名前変更でしたね。ということで5社が脱落、残りは13社となりました。ここで今大会の審査基準を発表いたします。クラウドシムの特性上、回線がパンクする可能性は常につきまといます。なので縛りがある、つまり解約金が発生する Wi-Fi は超減点です。あとはシンプルに値段基準以上です。ということで本戦開始です。13位、世界中のハッピーを携帯で切り開く、限界突破 Wi-Fi。 月額3500円、2年縛りあり、解約金18000円。氷川きよしさんを起用している、なんだか名前はよく聞くような限界突破 Wi-Fi、 2年縛りありな上、現在新規を受け付けている Wi-Fi の中では一番高い値段で実質最下位、限界突破 Wi-Fi、 13位でした。12位、すごいが詰まったモバイルルーター、ザ・ Wi-Fi。月額3480円、2年縛りあり、解約金9800円。加藤浩二さんを起用したザ・ Wi-Fi。解約金は9800円なものの、あるといざという時に緊急脱出ができなくなるのはこのご時世厳しい。ザ・ Wi-Fi 12位でした。同率12位、ずーっと使い放題、めっちゃ Wi-Fi。 月額3480円、2年縛りあり、解約金9800円。ザ・ Wi-Fi と同じ月額、同じ解約金ですが、サイトを見ても特徴がなくてめっちゃ印象に残らない、めっちゃ Wi-Fi が同率12位でした。10位、新世代の通信サービスで欲張っていこう、欲張り Wi-Fi。 月額3450円、2年縛りあり、解約金18000円。ジョイさん、渡辺舞さん起用の欲張り Wi-Fi、 タレント2人起用はさすが欲張り Wi-Fi、 10位でした。9位、つながり始めよう、ハイホー、ハイホーゴーゴー Wi-Fi。 月額3355円、2年縛りあり、解約金18000円。
ハイホーってどういう意味なんですかね。なんか小人が歌ってますよね。特にコメントが浮かばなくて、こんなことしか言えなくてごめんなさい。ハイホー午後 Wi-Fi、 9位でした。8位、ノーモバイル、ノーライフ、芝居なし Wi-Fi、 月額3300円、3年縛りあり、解約金15000円。縛りなし Wi-Fi の無制限使い放題のプランは3年縛りがあります。短く言うと、縛りなし Wi-Fi は3年縛りです。ついてきてますか。縛りなし Wi-Fi、 8位でした。7位、業界最安級モバイルルーター、無限 Wi-Fi、月額3280円、2年縛りあり、解約金9000円。無制限使い放題って言っても、本当は全部制限付き無制限使い放題なので、それってつまり有限ですよね。無限 Wi-Fi7 位でした。6位、動画ドバドバ見放題、Zeus Wi-Fi、月額2980円、2年縛りあり、解約金9500円。ついに月額3000円を切ってきました。どうですかと質問があったゼウス Wi-Fi。 2年縛りあり、かつこの月額2980円も半年で3280円になるので、個人的には特におすすめしません。ゼウス Wi-Fi、 6位でした。5位、速度制限なし、容量無制限の格安レンタルのモバイルルーター Wi-Fi、 のぞみ Wi-Fi、 月額4480円、縛りなし。ベスト5ということで、ついに来ました、縛りなし Wi-Fi ののぞみ Wi-Fi。ただ月額4480円はかなり高め。この価格で契約者は望めるのか。望み Wi-Fi、 5位でした。4位、自由放題 Wi-Fi 誕生、ずっと今より安く確かなプレミアム品質を、さくら Wi-Fi、 月額3680円、縛りなし。いよいよ実用的な領域に入ってきました。いつでもやめられる、縛りなしはやはり強い、桜が嫌いな日本人はいない、さくら Wi-Fi、 4位でした。3位、欲しい分だけ、すべてに縛られない、ただ一つの Wi-Fi、 スター Wi-Fi、 月額3480円、縛りなし。ベスト3に入り、いよいよ月額は多くの会社がなぜか揃えがちな3480円に、かつ縛りなし、星3つです。スター Wi-Fi が堂々銅メダル3位でした。2位、国内海外で格安ポケット Wi-Fi はチャット Wi-Fi、 月額3380円、縛りなし。おそらく縛りなしで今現在最安値の月額3380円のチャット Wi-Fi、 2位なのに最安値？そう、1位と同じ月額料金だったのですが、契約手数料が8480円と高額のため、審議の結果2位となりました。分かりづらい契約手数料を上げて月額を下げるという、今大会のルールを知ってか、うまく調整して仕上げてきましたね。少しグレーな印象ですが、これも戦略のうち、大会規約上問題ないとの判定。チャット Wi-Fi、 堂々の銀メダル第2位でした。そして第1位、通信速度国内最大級の Wi-Fi ルーター、クラウド Wi-Fi 東京、月額3380円、縛りなし。おめでとうございます。クラウド Wi-Fi 東京が第1位、契約手数料3980円と、2位のチャット Wi-Fi よりも4500円安いクラウド Wi-Fi 東京。第1回米主催無制限使い放題クラウドシム大会優勝は、クラウド Wi-Fi 東京でした。ということで、順位一覧はこちら。18位は停止中、13位から6位は縛りありなのでおすすめしません。1ヶ月で回線ぶっ飛んだら心中だからね。5位からの縛りなしから検討候補に入りますが、5位のぞみ Wi-Fi は月額料金が少しお高め、4位から1位の価格差はそこまで大きくないので、その中でどれか信用できそうな会社がいいんじゃないかなと個人的には思います。クラウドシムの特性を理解している方は、この解約制限のない4社を縦横無尽に駆け回り、自分の理想とする Wi-Fi 道を極めるのもいいですね。それでは第1回米主催無制限使い放題クラウドシム大会をここに閉会いたします。引き続きどんな時の Wi-Fi を中心に業界の動向を確認考察していきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。ではでは、今日もいい日になりますように。ベイでした。ありがとうございました。